ありました、ありました、ありました、ありました。反対運動の連中がですね、だからカメラ向けてるとですね、もうあいつあいつだみたいな感じでちょっとね、こっちを見てます。この辺の運動家の人たちが襲撃をしに来るということをその言ってるんですよね。これ緊張感かかってる。井上さん、このまま突っ込んで襲撃されないですか？近く行く？いや、これ危ない、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 もう行っちゃうよ、直接。井上さん自ら取材交渉へ。しかしこのままだと危険と判断し、一旦撤収。もう近づくとね、一人二人立ち上がって、そしてこうなんかね、敵意をむき出しにしてきて、かなり緊迫した感じになりますんでですね、ちょっとこの辺りで、はい、やめておきます。はい、こちらが名護警察署の前にいます、ニュース女子収録当日、基地建設反対する市民グループが抗議活動を行っていたのがこの場所です。これよりかはるか先の場所から、リポーターの井上さんが取材交渉に行くと、そしてこちらに向かって歩いてくる場面が、実際の番組には映されていました。一体この場所でどんな交渉があったのか、果たして交渉があったのか、どんな話し合いがあったのか、どんな接触があったのか、そして井上さんはこの反対派グループに恫喝されたのか、あるいは何かの脅迫をされたのか、実際この現場にいた方に話を聞いてきました。YouTube で見たんですけど、こっちの方にね、いたみたいなんですけど、全然知らなかったですね、来たこと。顔も見てないので、いや本当に、あ、こうやって撮られてたんだなって、あれ見て初めて見たぐらいですね。つまり、あそこの現場で撮られてること、カメラを遠目で撮られてることを後になって番組で知ったということですね。はい、取材交渉ですとか、あるいはそうしたメディアと、はい、なんだかんだかして揉めたり、そうした記憶ってのございますか？あ、それはないです。チャンネル桜だと思われる人たちが一回来ましたけども、それは遠くから映してて、要するに話しかけても来なかった。来ないですね。もうかなり10メーター以上離れてましたからね。はいはい、なるほど。何の接触もなかったし、何の言葉のやり取りもなかったないですということですね。いやいや、全く取材交渉来ませんよ。向こうのね、名護署のそばに金秀というスーパーがあるんですよ。地元のスーパーだけどね、まあ公園の間に、そこにずっと車止まって来ないか警戒してたんですよ。警戒するだけで来ておりませんよ。反対側からは見たかもしれんけど、その取材交渉には来ません。あの番組を見ますと、はい、あたかも皆さんに何か脅されたどうかされたかのような感じになりますけども、いやいや、全くそんなことはなかった。それないですね。はい、はい、そもそも取材交渉にも来なかった。来ないです、来ないです。はい。